7年ぶりに大阪府アメリカ強襲揚陸艦を入港させたアメリカ海兵隊ですが、F-35B 戦闘機を甲板上に駐機させての入港です。今回は、今、なぜ、アメリカ強襲揚陸艦を大阪に入港させたのかを詳しく見ていきますね。アイアンフィスト23参加前もですが、それだけではなかったのです。2023年2月20日、アメリカ海軍の大型艦艇であるアメリカ級強襲揚陸艦の一番艦にして、ネームシップのアメリカが大阪港に入港、ドースラスの艦艇としては、初の出来事だとして、日本のマスメディア各社が一斉に報じた。今回の強襲揚陸艦、アメリカの大阪港への寄港目的は、必要物資の積み込みであると見られているが、その全通式の飛行甲板上には、最新鋭のステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型等の艦載機を並べての入港となった。通常時の強襲揚陸艦であれば、今回のアメリカに限らず、艦載機をすべて艦内の格納庫に収容した状態で航行することも可能であるため、先日の北朝鮮の大陸間弾道弾の発射等を受け、戦力の誇示を狙った可能性もありそうだ。今回、アメリカは飛行甲板や艦内の格納庫等の一部をマスメディア各社に公開を行っており、その際の取材で撮影させる画像等での見栄えを考慮した上で、あえて艦載機等をそのような配置としたとも考えられるだろう。折しも、今月の2月16日から3月12日の4週間にわたっては、日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊を中心とした部隊による合同軍事演習のアイアンフィスト23が、九州の各地で開催されており、そのアピールも兼ねているのかもしれない。いずれにせよ、民間の商業港である大阪港に、アメリカ海軍の大型艦艇が入港したのは、初めてのことであり、艦艇へ物資の補充と合わせて、乗組員たちは上陸して休息を取る形となっており、その意味でも繁華街を選んだ可能性もある模様だ。強襲揚陸艦、アメリカの乗組員で今回上陸を行う人員に対しては、日本では未だ新型コロナウイルス対策の一環としてのマスク着用が推奨されているため、その準備を怠らないようにとのアナウンスがなされているという。このあたり、里に入っては、里に従えという日本のことわざがあるが、新型コロナウイルスをめぐる対応に、アメリカと日本とでは、温度差はありつつ、日本側の対応を尊重しようという、アメリカ側の配慮も感じられて興味深い。今後、強襲揚陸艦、アメリカは、前述した合同軍事演習のアイアンフィスト23への参加が予定されており、すでに艦載機となる機体は搭載済みのようなので、そのまま演習地へと出港する運びとなることが濃厚だと予想される。アイアンフィストと銘打った合同軍事演習は、これまでは、すべてアメリカ本国内で実施されてきたが、今年の分から、こちらも初めて国外で実施されており、大分、鹿児島、沖縄等の複数の演習地で、様々な内容の演習の実施が予定されている。アメリカ海兵隊と陸上自衛隊の部隊を中心とした合同軍事演習という位置づけから想定されるように、今回のアイアンフィスト23では、日本の南西諸島に軍事侵攻を受けた場合の奪還作戦をテーマに、シナリオが用意されているのもだ。そうしたシナリオの想定を鑑みれば、今回のアイアンフィスト23が中国の軍事侵攻を念頭に置いたものであることは言うまでもなく、強襲揚陸艦、アメリカの戦力の誇示も北朝鮮というより中国に向けたものと言えるのかもしれない。さて、強襲揚陸艦、アメリカであるが、アメリカ級強襲揚陸艦の一番艦として2009年7月に寄港され、
3年後の2012年6月に進水を果たし、さらにその2年後の2014年10月にカリフォルニア州のサンディエゴ海軍基地で実戦配属を迎えた艦艇である。その後、強襲揚陸艦アメリカは2019年12月に、それまで長崎県の佐世保母港として配備されていたワスプ級強襲揚陸艦の1番艦ワスプと交代する配置替えとなり、以後4年を経てその地での就役が継続されている。強襲揚陸艦アメリカは満載排水量が 45,570トン、全長が 257.3メートル、全幅が 32.3メートル、喫水が 8.7 メートルの艦体を持ち、定速時にはディーゼル機関による電気推進、高速時にはガスタービン機関を用いるコッドログ方式が採用されている。この複合機関によって、強襲揚陸艦アメリカは最大で出力7万馬力を発揮し、22ノットの速力を誇るが、機関構成が単純な分信頼性は高いと評価される一方で、足はそこまで高速ではなく、どちらかといえば燃費重視の艦艇となっている。強襲揚陸艦アメリカはほぼ艦艇のサイズに等しい長さ 249.6 メートルの全通式の飛行甲板を備え、回転翼機は9機が同時に発着艦が可能であり、右左両舷後方に2機の耐荷重量34トンのデッキサイド式エレベーターを備えている。全通式の飛行甲板の先端部分はスクエアな形状をしており、 F35 ライトニング 2B 型のような固定翼機のストブル方式での運用にはスキージャンプの設置も検討はされたが、回転翼機の運用上から駐機スペースの確保が優先され未設置である。強襲揚陸艦アメリカにおいては、旧型のワスプ級強襲揚陸艦と比して大型の L 脚揚陸艇等を収容するウェルドックが省略されたため、艦内の航空用の格納スペースがおよそ 50% 増の2830平方メートルになったとめされている。この広大な航空機格納スペースを得たことにより、強襲揚陸艦アメリカは平時には MV-22 オスプレイを12機、各種の回転翼機を合計で11機、ストーブル方式の戦闘機 AV-8B ハリアー2を6機搭載する編成が標準とされている。戦闘機 AV-8B ハリアー2はいずれ新型の F35 ライトニング 2B 型に全て置き換えられると予想されており、これを主戦力とする軽空母的な運用時には、同機を最大20機と MV-22 オスプレイ4機、もしくは回転翼機を同数搭載することが可能とめされている。これはアメリカ海軍が2023年現在運用している大型の原子力航空母艦11隻を保管する運用形態として位置づけられており、より小規模脅威度の低い敵に対しては、強襲揚陸艦を軽空母として対処する運用が基とされている状態である。アメリカ級強襲揚陸艦は、この1番艦アメリカと2番艦トリポリの2隻は、前述したようにウェルドックを廃止した設計のため L 脚揚陸艇を運用する能力がなくしたが、以後のフライト1型では再度復活させることが決定している。これは実際に上陸作戦を遂行する主体であるアメリカ海兵隊が MV-22 オスプレイを中核とする航空機による揚陸能力のみでは不安があると判断したためと言われており、まだまだ海上からの揚陸能力は必要な方針に回帰している。これにより、アメリカ級強襲揚陸艦のフライト1では、満載排水量は
5万トンを超過することが見込まれており、その形式で9隻の建造が計画されている状態で、以後は老朽化したワスプ級の代替が行われる予定となっている。ちなみに、強襲揚陸艦アメリカがワスプに変えて、佐世保へと2019年末に配備された際には、その海上揚陸能力を補う意味で、サンアントニオ級ドック型揚陸艦の2番艦、ニューオリンズもセットにされている。サンアントニオ級ドック型揚陸艦のニューオリンズは、満載排水量が2万5000トン、全長が 208.5 メートル、全幅が 31.9 メートルの規模を持ち、L 脚揚陸艇2隻や MV22 オスプレイ2機を収容する揚陸能力を完備している。アメリカ海軍は、サンアントニオ級ドック型揚陸艦も12隻をすでに就役させており、1隻が建造中で、最終的には26隻とする予定であり、強襲揚陸艦のワスプ級7隻、アメリカ級2隻、追加9隻予定に比しても、その数もまた非常に多い。